東工大の小寺と申します。よろしくお願いします。今日のシンポジウムではなんか笑いを取るのが難しいみたいなので大変緊張しておりますけれども、まず自己紹介からいきます。私博士の学位は京都大学 の金田先生のところで取らせていただきまして、その後アイルランドで数年間、ポスドクをしておりまして、その後京都大学の助教になり、今2014年から東京工業大学の講師をしております。それで、お酒の話もしたいんですが、その辺はまた懇親会でちょっと質疑応答できればと思います。それで、私の興味としてはですね、植物は動けない、どうしてどうやって身を守るのかということなんですが、これはちょっとですね、植物屋さんに言わせるとここは間違いないで、動かない、動かなくていいっていう、そういうような、生き方をしている生き物になります。それで皆さんよくご存知だと思いますけれども、植物性だから体に優しいという感じでですね、日本全国見渡すだけでも体に優しそうな植物っていうのは非常にたくさんあるわけです。で、じゃあそれでどうやってこの体に優しそうな生き物が生きてるかっていうのはですね、植物は主に毒で身を守っていると。で、例えばこれはある一例ですけど、ある植物が毒の大体前駆体を持ってます。で、毒の前駆体を持ってまして、それを、ある、動物がそれを食べようとすると、それが分解されて毒になって、そして、その動物を殺すと。昆虫だったら大体大概死ぬというようなことになります。ですけれども、すいません、ちょっと葉っぱを食べるのは本当はイモムシなんですけど、苦手な方のために自主規制します。本当は幼虫なんですけど成虫にします。それでですね、この、虫を殺すわけなんですけれども、植物毒を防御できるものだけがそれを食えると、そういうような関係にあります。で、そこでですね、この、何が何を食べるっていう関係が決まってくる。それは食草選択というふうに申しますけれども、その植物毒の進化とその防御機構の進化というのが食草選択の原動力かもしれないということで、植物の化合物の、とその食草選択の関係を調べております。そこで、使わせていただいているのがナップサックデータベース、皆さんご存知ナップサックデータベースと、あとは、私どもが勝手に開発しておりますインセクティン DB というのが作ってまして、それは今論文投稿中です。インセクティン DB では、昆虫何が何を食べるかという関係についてここでドットで表されています。それとあとは、系統関係ですねが、書かれているわけですけれども、一方でナップサックデータベースでは、どの植物、植物だけじゃないかもしれませんが、どの植物がどの化合物を持っているかという、そういうマトリックスのようなデータ表現が多くなることができます。で、これを考えることで、例えばそのある系統が特異的に食べる食草がどんな化合物を特異的に持っているかみたいな、そういうような考え方で、例えばこの化合物がその食草選択に効いているんじゃないのみたいな、そういう考察を行うことができるわけですね。で、それで、ここの下にちょっと矢印が伸びているわけですけど、ここから下に参りますと、こんなふうになりまして、この、食草関係からは食草選択と、系統分類との関連を解析するということで、このようなネットワーク図を書けるわけですけど、ニブグラフを書けるわけですが、それをちょっとファミリーごとに、系統ファミリーごとにまとめると、こういうふうに単純化できるとか、そういうような解析を行ったりしています。一方で化合物のデータからすると、この化合物、この植物のこの化合物が例えばある昆虫には劇的に働いて、ある昆虫には劇的の反対、誘因的っていうんですかね、で働くっていうような関係が予想される、あるいは一部は知られているという感じです。で、あるいはこれで実際に食べることができるとなりますと、その植物の化合物がじゃあその昆虫の体内で何かしらの代謝が行われたり行われなかったりというようなことがされるということが予想されるわけで、それを研究解析しております。それでは、日本の腸を実は取り扱ってまして、日本の腸は大きく分けると5つのファミリーに分かれます。左から順にセセリ腸、アゲハ腸、シド腸、シジミ腸、タレハ腸に分かれまして、その主なものはここに写真と、あと学名が書いてありますけれども、それに対して、代表的な食草関係を書くとこのような感じになります。こちら上の方が、昆虫の、系統関係で、この縦になっているところが、植物の系統関係になります。そしてこの、何が何を食べるのところに、ドットが振られているわけですけれども、ご覧の通りちょっと細かいですが、この、イネ科植物とか、スミレ科、イネ科植物、スミレ科植物、マメ科植物、アブダナ科植物、ミカン科植物などが、いくつかの
まあ、ある程度幅を持った、昆虫に食べられているというような関係があります。このあたりもうちょっとあの大きな視点から眺めてみます と、このような感じになりまして、このここに並んでいるのが、日本の蝶の5つのファミリーになりますけれども、それで横軸が、発足担当というふうに言いますけれども、その食草になる植物の、ファミリーの数ですね。でそれで縦軸がそれをあのそれだけの数を食草とする、バタフライの数、種の数になります。で、それを、昆虫のファミリーごとに分けると、その、高食性、強食性というふうに言うんですけれども、あのこのファミリーは高食性で、このファミリーは強食性という食べる幅みたいなのが、ファミリーによって違うとか、そういうような傾向が、分かってくるわけです。それであの、インセクティン DB ではそういうデータをあのガツッと集めまして、下の方に書いてありますが、例えばこれ545種の蝶、1922種の植物に対する3435個の、食べる食べられる関係についてまとめまして、それネットワーク図で表示しました。ちょっと見にくくて申し訳ありませんが、ここで丸は、昆虫で、四角が植物で、それいくつかのファミリーには色がつけてあります。ここから、あのパッと見で分かりますように、あのタイトルにありますが、おおよそ同じような蝶は同じような植物を食べると、そういうような関係にあることが見て取れるかと思います。これ以上細かいところはちょっとあの飛ばしますけれども、そこで、あの私たちは今日ある仮説を検定しました。その仮説というのはフリードンファミリーハイポセシスというふうに、呼びまして、それは、蝶はその種ごとに同じファミリーに属する、植物を優先的にというか統計的に優位に多く食べるというような仮説を、表しているのが、この図なんですけれども、時間の都合上詳細を省略しますが、そういう仮説を立てまして、それで実際にネットワーク図をあのから、仮説検定を行う、仮説検定しまして、その勤務仮説を棄却しましたということで、これが大体成り立つんじゃないかという結論を得ました。さらに、フルファミリーごとの解説をしますと、左側がこれ蝶ファミリーと、植物ファミリーとの関係の中で、優位に、Z 検定を行いまして、優位にあのその昆虫がその、ファミリーの植物を食べるっていうのが、かどうかというのを Z 値で表しまして、その Z 値の大きさを、エッジで表したような、そういうエッジの太さで表したような感じをしています。そうすると、植物の、昆虫の5つのファミリーが、この丸にな、5つの丸になりますけれども、それがある特定の植物とばかり結びついているようなところがありまして、例外的なのが、イネ科とマメ科です。それがそれぞれ2つずつのファミリーに共有されているという関係になります。一方でこれは、昆虫ファミリーと植物ファミリーの関係ですけれども、昆虫サブファミリーと植物ファミリーの関係にすると、これよりももっと複雑なネットワーク図になるんですが、それをマトリクス的に表現するとこういうふうになりまして、Z 値が大きければ大きいほど、つまり優先的に食べるっていう、そういうような、状況であればあるほど、この黒丸が大きくなるっていうような書き方をしています。一方でここにちょっと中が空いてる丸があるんですけども、それは、マイナスに大きいという、多分優先的に食べないんじゃないかっていう、そういう Z 値が得られているようなものは白丸になっています。これを見てみると、ここに結論書いてありますけど、進化的に離れた、蝶のサブファミリーが、同じ植物ファミリーを食している例がもういくつもあるわけです。あともう一つはイネ科植物とマメ科植物は共に広く食されるんですが、その Z 値のパターンが異なると、大きく異なると。じゃあこれで何が原因かということで、私としては、化合物なんじゃないかななんて思ったりしてるんですけれども、それについてもう少し調べてみました。これが、この図はですね、蝶ファミリーと、蝶のサブファミリーが食草中の化合物とどのような関係にあるかというのを調べました。丸の大きさはこれ食草の種の数で、これが5つの蝶ファミリーですね。でこれサブファミリーになるとこのぐらい増えるんですけど、そんな感じです。それで、縦軸は、食草選択性の Z 値で、負に大きいほど、つまり下の方に行くほど選択性が高いと。で、横軸は食草中の、共通化合物数の Z 値で、正に大きいほど共通化合物が多いということで、大体負の相関があるということです。それで、ここでまた新たな仮説を立てまして、フィードンコンパウンドハイポセシスというのをちょっと我々呼んでますけれども、食草選択に対する共通化合物仮説というのを立てました。これが簡単に言うと、同じ化合物を共有する植物を好んで食べるんじゃないか、優先的に食べるんじゃないかという仮説です。それも大体そうなんじゃないのっていう、そういう結果なんですけど、それでもうちょっと具体的に見まして、植物種と植物ファミリー
種とファミリーで化合物の、種ごとに見たら、あるいはあの植物ファミリーごとに見たら、その、影響がどういうふうな感じかというのを見てみたのがこの図で、この仮説に基づいてですね、この丸のそれこの上の図の丸は植物種で、下の図の丸は植物ファミリーです。それで、丸の大きさはその化合物数というのはこれ、ナップサックにある化合物数で、それで、縦軸がこれ、上の縦軸が、捕食する、腸の、種数で、下の縦軸が、捕食する腸ファミリーの平均ですね。それで、横軸がコンパウンドコントリビューションといいまして、ちょっとあの式は省略しますが、共通化合物仮説、この仮説への、貢献度というふうに呼んでいるものです。それで、大雑把に結論を申しますと、コンパウンドコントリビューションの大きい種のいくつかは、この辺ですけど、いくつかは、広く処罰されていると。あるいは、まあ、この辺もそうですね。それで、あとはコンパウンドコントリビューションの大きな種だからこれだけですね。それで、コンパウンドコントリビューションの小さなあの種植物種っていうのは、のうちのいくつかっていうのはなんかもう極端にあのたくさん食べられてるみたいな、そういうような関係が得られるわけです。でこの辺から、察するにですね、あのこういうあの特殊なコンパウンドがあるせいで広く食べられてるとか、あるせいで食べられてないとか、あるいはそのないせいで広く食べられてるとか、そういうような関係があるんじゃないかということで、それぞれその蚊レベルの、捕食取得関係に特徴的な植物化合物の抽出というのを行ってみました。これもちょっとすいません、あの方法は省略いたしますが、結論としましてはこの辺がですね、あのそれぞれの白蝶とか何とか蝶の、直層選択の、特異的な化合物でして、その辺がですね、いくつかもうすでにそうであると知られている化合物でした。結論をまとめますと、それでまあ主にここに書いてますが、これ横軸が化合物で縦軸があの植物ですね。それで、持っている持ってないの関係をあの取ろうとしたのはこんな感じで、それで同じ植物を縦軸に並べて、それであと横軸がこれ、植物じゃなかったその、昆虫の系統関係をまとめたもので、それで何が何を食べるを取ろうとしたのはこちらになります。このような関係でですね、あのその、まあ、植物が何を持っているかというのと、まあ、何に食べられるかというものがきれいにあの抜き出した例がこちらになります。その辺まとめますと、マメ科、アブラナ科、ミカン科において特定の種に対してのみ誘引的にその他の種に対して基比的に働く物質であることが確認されている化合物というのが、まあ、多く抽出されると。でまた、広く食されている植物でもであっても、イネ科やブナ科などからは、見つからなかった、そのような植物、化合物は見つからなかったというのが結論です。それで、あとはあのさらに統合を進めまして、ナップサックデータベースと、この2つと、あとはですね、昆虫化合物のデータベースと、あとはリゼムというあの私昔関わったことがあります、あの2つの化合物の、代謝が、まあ、あの進むかどうかみたいな予測を行うやつがありまして、その辺で用いることによって、非食補償関係にある昆虫植物の化合物間の反応予測を行って、それであの見つかってくる化合物というのが実際に知られている化合物の代謝というのが多かったという結論です。最後にほぼ最後になりますけれども、あのここから先ちょっとの配列の話は全然しませんでしたが、最近ちょっと昆虫とかですね、あの SRA とかだいぶデータが溜まってきているので、そこからその遺伝子の同定とかそういうところまで進めればいいなというふうに思っております。ということで以上になります。